ユーフレット公式動画チャンネルをご覧の皆さん、今回はラッドウィンプスさんの何でもない屋の解説をしたいと思います。すごく美しくてこう壮大なバランなんですけど、意外にも出てくるコードというのはシンプルなものが多いです。サビで1箇所難しい箇所もあるんですけど、基本的にはシンプルな比較的抑えやすいものが多いと思うので、始めたばかりの方も挑戦していただけるかなと思います。今回イントロのアルペジオのフレーズっていうのも別で解説動画を作ってあるので、そちらも見ていただきたいなと。模範演奏が僕の目線に近いこちらからのアングルっていうのも今回用意してあるので、そちらもぜひ参考にしてみてください。まずこの楽曲はカポを4フレットに設定してください。ここにつけることによって開放弦が多いコードがメインになって、格段に演奏しやすくなるんじゃないかなと思います。原曲は半音下げチューニングで演奏されている可能性が高いんですが、弾き語りでコードストロークする分にはこの4設定っていうのも簡単だと思うので、今日はこちらで解説していきたいと思います。まずドアタマが Bmですね。いつもは尖ってた、この冒頭の入りのコードです。いきなりバレエコードでおっとなってしまうかもしれないんですけど、 F 等に比べると6弦から1弦までのバレエではなく5弦から1弦のバレエなので、まだ難易度は低いんじゃないかなと思います。ポイントは自分の指、人差し指と親指をこうカポのように挟み込む、ここでまず力を加えます。ここに薬指、小指、中指を足してあげるということで力を入れていきます。全部鳴るのは少し難しいので、まずは実際に押さえている 5、4、3、 2弦をしっかり鳴らせるように練習してください。で、次は A アドナインスです。アドナインスで少し名前は難しそうなんですけど、実は指2本で大丈夫です。ポイントは Bmの時のこの薬指と小指、この2本を形を変えないまま押さえたまま1つ2つずらしてあげて移動するということです。こうすることによって1回離さないので、バタつきも少なく余計な音も出なくなる上に、音も滑らかにつながるんじゃないかなと思います。で、次が G です。これも比較的押さえやすいコードなんですけど、こういう押さえ方ではなくこちらっていうのがポイントになります。他のコードへの移動が格段にしやすくなるんじゃないかなと思います。で、次が D です。ポイントは6弦5弦は鳴らさないので、親指を回し込む感じでミュートすることですね。5弦まで回すのは少し難しいので、6弦だけでも十分効果があります。今出てきたコード4つで A メロは成り立っているので、流れで演奏したいと思います。いつもは尖ってた血の言葉が、今日は暖かく感じました。この辺からスロー変わってもいいと思います。で、ここから B メロになります。 B メロの頭が D でルートが F シャープというコードですね。オンコード、ただ少し押さえ方難しいので、今回おすすめするのは D アドナインス、この1弦を開放弦にする方のコードですね。こちらのコードをもとに人差し指で6弦の2フレットを押さえてあげる、これで F シャープを足してあげる。正確には D アドナインスでルートが F シャープというコードになるんですけど、こちらの方が響きが綺麗で比較的押さえやすいんじゃないかなと思います。もう少しだけでいい、もう少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけ。今度ここは Em7 になります。指一本で大丈夫なので、簡単でこう気持ちのいいコードかなと思います。もう少しだけくっついていようか。ここはコードチェンジ早いんで、ゆっくり練習した方がいいかもしれないです。つなげてやると、もう少しだけくっついていようか。サビも基本的には今まで出てきているコードの応用になるので、新しく出るところを止まって解説したいと思います。僕らタイフライヤー、時を駆け上がるクライマー、時のかくれんぼはぐれっこ、
はもう嫌なんだ。この2つが新しく出てきます。まず C ですね。薬指の先で6弦に軽く触れてミュートするというのがポイントになっています。次が G シャープマイナー7のフラット5。こう名前も響きも少し複雑そうなんですけど、まず整理して覚えるとよくて、4、3、2弦をまず最初に覚えてしまいます。薬指、小指、人差し指、そこを押さえた上で中指で6弦を足してあげるというふうに覚えるのがいいかなと思います。まずポジションの把握っていうのが最優先なコードかなと思います。続き演奏します。嬉しくて泣くのは、悲しくて笑うのは、君の心が君を追い越したんだよという感じになっています。サビでこう一箇所難しい連結がこう出てくるんですけど、それ以外は基本的には A メロに出てくる4つというのが重要になってきます。まずそのコードを優先してこう覚えるっていうのも、この楽曲通して弾くためのコツかなと思います。ぜひ皆さん練習してみてください。尖ってた血の言葉が今日は温かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らなく全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。僕らタイフライヤー、時を駆け上がるクライマー、時の隠れもはぐれもはもう嫌なんだ。嬉しくて泣くのは、悲しくて笑うのは、君の心が君を追い越したんだよ。尖ってた血の言葉が今日は温かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らなく全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。僕らタイフライヤー、時を駆け上がるクライマー、時の隠れもはぐれもはもう嫌なんだ。嬉しくて泣くのは、悲しくて笑うのは、君の心が君を追い越したんだよ。